再開していくぜ。で、多分これが例の町だと思うんだけど、で、さっきちょっと調べたんよ。調べてマップの構造、さっきオデッセイアのマップの構造の画像があって、それを参考にやっていく感じでいいんじゃないか。で、テーベからさっき北になんか出した、あ、待て、これここってまだテーベか。いや、シオンは地図見てもよくわかんねえな、これ。一旦あれだ、ここはまだエジプト、テーベの上の可能性があるから、アイテムが探せねえ、もう何もできねえ。デスプレッシャー使って、ここの、ここだよね多分、シオンってのがここだと思うんだけど、ああ行けるようになってる、よしよし来た。え、いつやは失礼しました、どうぞお通りくださいと。で、町の中に入れることになってるから、ここの村人の誰かに、何かしろみたいな感じなんだけど、このシオンにはパラス、ポケモンか、船作りの名人がいます。このパラスに会えばいいのかな。パラスは自分からノアの生まれ変わりと言っていたね。しかしあんな造船技術を誰から学んだのだろう。はあ、ノアの箱骨的な感じか。どうしたんこいつらジタバタして。いや、前もこいつらジタバタしてなかったっけ。いてパラス、ああ、あのおっさんだな。自分でノアの生まれ変わりだという、今は出かけていないと思うよ。こいつも痛がってんじゃないの。謎の動きだよな。もうちょっと痛みの動きにバリエーションをつけてほしいぐらいなんだけど。はい、で、ここはこれ街の中もマジで複雑な構造だからやめてほしいわ。ルース殿はセリア様とご結婚なさらぬのか、そうすれば国は安泰なのかか。言われてるぞルース、結婚してやれ。ここの入り口だよ、ここ確かすごいでかい建物の入り口だった気がする。で、こっちは、はいはいはい、ここに繋がってると。うん、じゃあある程度ぐるっと巡ることはできてんのか。今この階段、あ、いや、こっちはあれか、メガロポリスに行く、 メガロポリスじゃねえや、ペルセポリスだっけに行くルートか。あ、ジジイ、1500年前のこと、今と同じように化け物どもがこの地上界に現れた。しかし大洪水によって奴らを滅んだ。いや、でもここの町で何かするはずだから、うん、いや、その世界の生い立ちについてはどうでもいいんだけど、そこの階段が上がって通路を抜ければ東の土地に出られるよ。もっとも警備の人が通してくれたらの話だけどね、言ってるけど、ここから東に行く必要って今はないんじゃないの。いや、てかそもそもギリシャに向かいみたいなこと言ってたもんな。おうおう、まあギリシャ行きましょうの、まあ、セリフは変わんないし、バンペイもずっといるから、今こっちに行ってペルセポリスの方に抜けても意味はないっていうことを暗に示唆してると思うんだよな。で、今回のパートもコーラを飲みながらやっていくぜ。あー、うまいね。やっぱり生き返るわ。生き返るけど、やっぱりあれだよな、なんかコーラを飲むとさ、歯が溶けるみたいな都市伝説あるじゃん。なあ、そういうのあれそう、ちょっと怖い。押し付けようとしてるからな。で、パラスはノア様の作った箱舟を真似て巨大な船を作りおった。その船をセリア様に託し、自分は外国へ出かけたらしい。わからんの、あいつは。セリアに託した。セリア今パーティーにいるよな。セリアパーティーにいるけど、近々パーティーから抜けるぜみたいな、そんなのも攻略情報に書かれてたんだけど、新しくそのパラスってやつが仲間に入るんか。いや、もう村人いなくねえか、ほとんど。シオンという町の名は、ここの丘の名から、まあ、丘か。あと、その由来は女神様の名を取って呼ばれるようになったそうです。何の話してんのかよくわかんないんだからな。あー、ここあれか、お宝があった部屋。まあ、一応もうちょっと探索するか。やっぱお宝がある部屋って別にどっかにルートが隠れて、どっかにあるとかそういうわけではなさそうだね。んーで、まだ行ってないの、奥の部屋か。ん？あ、
ここでよかったのか。あ、なんかこんな小さいいたな。こいつがガイラムか。おお、姫様よくぞ無事にレースのとか申されたな。あなた方も本当にありがとう。なんかこのジジイの右にいるやつのそっくりなやつがさ、死んだよな。カルって名前、カルバールだっけ？カルって呼ばれてたやついたと思うんだけど、そいつと見た目そっくりなやつだよな、この右にいるやつ。名前なんだっけな、バルゴみたいな名前じゃなかったっけ。ハーガンか。全然違ったわ。人質となった人々も皆無事に帰ってきた。なんと礼を言ってよいやら。おや、そちらのご婦人は。はじめまして、ルースとは昔からの知り合いでして。そうですか。いやー、お美しい。ささ、どうぞゆっくりしていってください。じいや、体の具合は。ははは、老いたとはいえこのガイラムまだまだ老いたたた。無理をされるな。はところでカルバールは、カルバール死んだんだよ。ああ、そうか。町の見回りですな、あいつも。あの、律儀な男だからの。いや、カルバールは。いえ、それは死ではなく、今は沈黙の時。おばさん、急に血に病発した。そうだ、死んでない。何？おばさん、あなた。大いなる死の啓示を受け、我が魂は再びこの地に。すでに一人の仲間がそうであったように。おい、どうしたんだお前。あ、文字も青いし、どうしちゃったんだ。地に生きる同胞たちよ、その行く末に幸いあれ。志仲間に中座した我を許したまえ。しかしこれも定め。私はバルハラへ帰り時を待つ。政府の狭間より入れてる姫巫女が再び私を必要とするまで。これ、もしかしておばさんにあれか？カルバールが乗り移ってるとか？はい。おお、ハリセンでぶん殴ってる。いったい、何すんのよ。あれ、私今、何か。やはりな、これも魔法の一種さ。きっかけがあった場合、この言葉を伝えるように仕掛けたらしいな。はじめの一節は、以前の遺言、そしてカルバールはその末裔。すでに一人というのは俺のことだ。ガーディアン、ではカルバールも。おばさんと共にいればいずれ出会えるかもしれない。そうなのですね。一体カルバールはどうしているんだ。まさか。いや、死んだんだよ。いや、今はある場所にいてここには戻ってこれないということだ。そうであったか。いや、生きておればいいんじゃ、無事でいれば。ささ、皆さんお疲れでしょう。何ももてなしできないですが、今宵は休んでいってください。おお、夜パートこと。え、こんな夜更けに誰だ。あ、呼ばい。ルース様、セリアです。今宵はお別れを言いに来ました。あなたは私など到底及ばぬ大義を持っていらっしゃいます。いくら私がすがろうとしても、あなたのお役目は旅の人である私にはどうすることもできません。いや、そんなことはない。君は十分手伝ってくれたさ。いいえ、分かっています。あなた方がこれからなさろうとすること、シオンの盾だけにとどまらず、この世界をも巻き込んだ大いなる審判、そしてそれを導くのがおばさんさん、そしてあなたはその剣となる。でもでも、そんなの関係ねえ。構うの思いとはいえ、今のあなたは一人の人間です。せめて今夜だけでもパコパコしたい。おい、本当はお別れなどしたくありません。ずっとあなたのおそばにいたいのです。でも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 、そんなの関係ねえ。わった、今はペルシャの王子だ。だから泣くな。それにことが済んだらまた会える。ルース様。セリアはシオンに残ることになった。あー、3人パーティーだ。3人パーティーになってるけど、歩く速度は維持できてる。こいつは、あいつか、なんだっけ、ハードンみたいな名前のやつか。ルース殿はセリア様と結婚なさるのか。そうすれば国は安泰なのだか。いやー、でもこれでまたあれだな、3人パーティーか。あのジジイのところにあいついんの？セリアがいなくなっちゃってんじゃん。ハーガンがここにいたのか。あの、ヤシャ殿、今度暇な時、暇じゃないんですか。あ、残念だな、ナンパしてんのか、こいつ。で、この骨折ジジイ。もしや化け物どもの根源を探しているんですから。さすが向こう殿とそのお仲間じゃ。あ、こっち側の部屋に。これあれだろう、今のあれだよな、セリアだよな。
ルース様、私はいつまでもお待ちしております。皆さんもお気をつけて。でこいつは、囚われの人々は皆この町に戻ってきました。ガイラム様もお元気になり、このシオンも活気を取り戻すでしょう。本当にありがとうございました。でこれでペルシャに、じゃないや、ギリシャに行けんのか。もう村人たちとの会話は大体終わったと思うんだけど、でパラスっていうやつは結局今まだいないよね、ここにね。うん、外国へ出かけたらしい。いずれどっかで会うのかな、そのパラスってやからと。で攻略チャートに確かパラスっていう名前が書いてなかったと思うよ。もうだから今別にそのパラス関係のイベントは起きないと思う。だからもうこのまま行っていいんじゃないかな、ギリシャに。キロスオーバー大した人だ。ペルシャの人ともうまくやっていけそうだね。でこのハゲは、わしの娘は反対を押し切りペルシャ王の元へ嫁いだのじゃが、20年も前かの流行り病で死んだと聞いた。しかし今となっては感謝せねばならぬ。本当に良き夫、良き息子に恵まれたと。わしは万感極まる思いじゃ。万感極まる思いっていう、何あるの、そういう言葉聞いたことないんだけど。怪物どもがいなくならなければまだ戦は終わりと言えない。なんかそういう慣用句があるのか。あんまり使うことなさそうだからな。俺人生において今後使うシチュエーションが思い浮かばんぜ。でお前どうした、椅子叩いて。ノア、大昔に起こった大洪水から祖先や動物を箱舟に乗せて守ってくれたお方じゃ。その血はまだ受け継がれておる。ああいうのってでも神話なんじゃないの。で、あ、エンゼリング普通に売られてんのか。売られてるけどどんなアイテムなのかはよくわかんないと。まあ、41個、まあこんぐらい買っておけばしばらく戦闘はしなくて済むから快適な旅ができるよね。まあ仲間キャラも今あれだよな、使いも含めて4人しかいないからどうしようもできないし。あ、話しかけたわ。であと魔法屋でしょ。あ、そうだ、魔法さ、すごい値段の高い魔法売ってたと思うんだけど、それここだっけ。3万円ぐらいでアース売られてなかった。アース売られてるよね。アース1個買うか。え、じゃあルース、うわー、お金が一気に減った。ルースがタリスマンってこと。アースあるね。いや、アースの効果が分かんないんだけど。あ、待って、おばさん、あ、いや、ルースも、あ、おばさんもアース持ってるし、ルースもアースを持ってる。アースって俺宝箱で手に入れたとかなのか。あ、 HP 回復の魔法なんだ。え、なに、トリートの上位互換ってこと。トリート3で25使うよね。これも3で25使うけど、いや別に回復量そんなにいっぱいあるってわけでもないし、え、3万出して買った意味ないのか。いや、トリートみんな覚えてるじゃん。アース何なの、トリートとの差は何だ。回復として使わなくて敵に対して攻撃するか、あるいは戦闘中において回復すると全然効果が違うとか、そういうことなのか。カナンの地、シオンの町、さあどうぞお通りください。これ別にあれだよな、東に行く意味ないよね。あ、これ東に出る、あ、東に出る。これ船で上に行くよりもさ、ギリシャに行けって言ってたよな。いや、世界地図見たいな。世界地図がないとちょっと分かんないよね。いや、この町からそのまま北上していけばギリシャに出れるんじゃないの。ちょっと待って、さっきあのスマホの画像でいいのあったんよ。あ、待って、これアテネ行くにはあれだな、地中海通って行くしかなさそうだな。いや、このまま今のシオンから北上していくとアテネには多分行けない。道ばかはばかれてる。アテネとかローマとかに行くには多分地中海通って上行くしかないな。なんか上に山脈みたいのがあって行けないわ。シオンから上の方に行ったらそのまま前にあった馬小屋とかさ、なんかドランって書いてあるな、ド
ドランって街なのか、あれ昔行った街だよね、多分それがあるだけだから、まあ結局は待て、まあ船で北上せざるを得ないのか。だからその前に宿屋で HP とかを回復しておきたい。まあ大して減ってはいないんだろうけど、後の憂いの拠り所として私はシオンの民の歴史を一冊の書物としてまとめたいと思います。まあ作家志望のジジイがいるだけで、もうでもだいぶあれだぞ、もう70ぐらいの年齢になってから今から作家やりますってだいぶアクティブだよな。もう就活するような年齢じゃないか、70って。終わりの活動だけど、あのジジイに関してはこれからどっかなんか出版社に入るみたいな、なんかそんな感じの決意表明だったよな。いやまあ出版社に入ったとしても、その本の作成ができるとかそういうわけではないのかもしれないけどさ、まあ、作家イコール出版社の人間っていうのはちょっと考え方として浅はかだとか、でまたデスプレッシャーをせっかくいっぱい買ったんだから使わないともったいないよね。まあパーティーの人数が少なくなってる以上、極力ね。あ、これかな。まあ極力戦闘は避けたいところなんだけど、でこれ入れないのかよ。こっちからこの大陸何？あー繋がってるわ、テーベの方に繋がってる。いやテーベじゃない、シオンの方に繋がってるから結局は行けないから、やっぱ船を経由してアテネとかに行くにはこういうルートを通んないといけないっていう、まあ、そういうことだわな。で前回のパートで、あのこいつがもしかしたらサムネになってるかもしれないって言ってたけど、多分前回のパートまだ俺編集してないんだけど、あいつでしょ、エジプトのテーベにいたあの女王様、多分サムネになってるよね、あの乳首出してたやつ。逆に今回のパートがまあ、見どころって言ったらあれか、おばさんが夜叉にハリセンでぶん殴られてるシーンぐらいか。他何もないよね。これ地中海から西の方に出たりすることできんの？このまま、あ、ダメだ、大西洋の方に行けない。ジブラルタル海峡が完全に封鎖されてるわ。ジブラルタル海峡じゃないか、あれ。ドーバー海峡？いや、ドーバーでもないか、ジブラルタルで合ってるっけ？ドーバー海峡ってイギリスのところにある海峡か。はい、ここはこれも町では、あ、町か、これアテネ、アテネか、ちょ、お前、あ、ローマか。え、狼に育てられたロムルス・レムルス兄弟が作った町。いや、ローマに来たかったわけじゃないんだ。そのアテネだ、まずはアテネだ。攻略ビキにもまずはアテネみたいに書いてあったから、とりあえずアテネで話聞いた方がいい。先にこういうところ行っちゃったせいで話がこじれる可能性あるから。でこれも街だろ、これが、これこそアテネだろう。さっきのローマか、イタリア感あんまりなかったよな、 見た目。西に行くとローマという街があるよ、やがて大きくなる気がする。そんな気がする。でこれおしゃれだな、笑い屋がいると思うんだけど、中身はそんなに変わってないな。私がお助けする必要はないようですな、はっはっはと、光があらんことをと、まあ、笑ってパーティーを励ましてくれる、そういうキャラクターだよね。いやでもやっぱ栄えてるな、他の地域に建ってた家がバカみてえだよな、こういうの見るとな。これもなかなかいいね、観光地来ましたみたいな感じでさこっちの方がサムネ映えするかもしんないね。で人間は万物の物差し者、しかしそれは人のエゴであり誇りでもある。お前どうした、そんなハープなんか弾いて。アストライアの言い伝えをご存知ですか？知らんわ。夜空に瞬く乙女の星座、それはアストライアがなったものだと言われています。あ、大きくなる気がする、そんな気がする。まあこいつは話しかけた気がする。でこのジジイ、アストライアはゼウスの娘、地上界の守護の役目にある女神様じゃ。ゼウスの娘ってヘラじゃねえのか。もう神話関係あんまり分かんないからな。ヘラってでも悪魔的なポジションだよな。
南に島があるだろう、ミノア文明の古い遺跡があるらしいぜ。あー、さっき言ったけど何もあれだわ、入ることはできなかったけど、ミノア文明、ミノア文明とかな、ミノタウロス関係のあれ、ギリシャ関係のあれだよな、ギリシャ文明のやつで、ミノア文明とかミノタウロスとかトロイの木馬とか、なんかそんなの聞いたことあるわ、昔習った記憶がある。で、ここはアイテム屋か。おう、これ誰、どういう関係なの、ここの店の主人とは。要は奥さんで、こいつ旦那か。奥さんに働くって、お前何やってんだよ。え、ガーディアン、うん、ティタン神族の生き残りのことじゃないか。オリュンポス神族、あ、オリュンポスの十二神とかも聞いたことあるな。神族と戦をして敗れたとか、なんかいろんな話あるからわけわかんないような神話ってな。アイテムはさっき買ったから別に欲しいものはない。てかお金な、散財しすぎたよな。3万円って、3万円をはたいてまでアースを買う必要があったのかっていう話な。で、ここは魔法屋、どんな魔法が売られてるか。アースより高い魔法ってあんのか。え、ネプチもなかなかだぞ。ネプチューンだろこれ、水関係の魔法だと思うんだけどさ。サンは俺使ったことないけど太陽のやつだと思うんだよ。とりあえずアイテムに1個入れとくか。ネプチもいずれ欲しいよな。水属性の魔法ってマキュリー、マキュリーってあれだよな、マーキュリーだよね、水でも。ネプチューの方が海王星だっけ。だからそっちの方が なんか強そうっていうかさ、上位互換って感じするよね。親父この親父、親父って名前なのか。わしはミノタウルスを倒したテセウスの末裔なのだが、あ、こいつじゃないの、こいつに話しかけるの正解だったんじゃない。困った青を盗まれてしまったのじゃ、おいおいの一人であれなのツッコミみたいな出てんの、おいおいって何買おうとはどんなものかじゃと。牛の頭の形をした黄金の杯だ、あれは迷宮の鍵の代わりとなる。うわ、どうすればいいのかピン芸人みたいな喋り方してんだこいつミノタウロスの亡霊が仕返しにやってくる、助けてくれいや中二病極まりねえなこいつどうして扉を開けると分かるんですか。黄金なら他の使い道があると思うけど。おばさんの飲み込み具合もちょっと よく分かんないけどさ、怪しげな男がそれを持ってクレタへ向かう。そうだ、クレタだ、聞いたことある、クレタ島ってあるよね、向かったという話を聞いた。か、顔に入れ墨のある男だ。まさかな。なんだ、知ってるのか。いや、違うと思う。あいつが地上界にいるとは思えん。助けてくれんか。礼なら何でもする。なんとかその男を捕まえてくれ。こいつパーティーに加わってくんないのかな。でもこんなじじいパーティーに入れたとしても何の役にも立たなさそうだよな。肉壁としてもあんまり使えねえしな。一回こっきりしか使えねえじゃん。それでそのままぽっくり死んじゃうじゃん。ここはアテネ、戦の女神、案内の、アテナイの名を取ってそう呼ばれます。案内に見えたわ。アテナイね。はいはいはい。アテナじゃないのか。アテナイって。なんか派手な格好したジジイで。冥界の住人がアトランティスの人々を滅ぼし、その勢いが広がらぬ前に神は決断をしたのじゃ。何言ってんだこいつ完全に認知症のジジイが迷い事言ってるようなもんだろう。他の世界の入り口がアトランティスにあった、その奥は深き闇に覆われて光を求める異形の者が住んでいた。異形の者、あれか、ニャルラトホテプとかあの辺か。西の大海にアトランティスという、大海って大きい海のことか、大陸があったそうだ。1500年も昔だが大洪水で滅んだらしい。いや、神話関係の話が続々と出てくるよな。いや、マジでその世界史をやり直したい当時な、高校生の頃だったら本当に今よりも話の飲み込みできたんだろうにな。いや、おいたわしい。にゃーー最近夜空の星座の中で乙女座だけ霞んで見えるのは気のせいでしょうか。そうだな、気のせいだ。お前が老眼になってきた証拠だぞ、それは。おいたわしい。いや、長えな、この家。随分細長いよな。なんか東京にもさ、こういうなんか限界集落あるよな。土地の、その、
陶器の使用のせいでさ、こういう形のなんか細長い家とか三角形の形した土地に立ってる家とか謎の家多いよな、あの辺な。あ、ぶっちょうしてる。おばさんと熱いキスかもしれんわ。なのでここの大陸では、大陸ってかこの全員と話しかけたんじゃないか、この町では。でそのミノタウロス云々みたいなことを言ってたけどさ、何したらいいかようわからんよな。宿屋はさっき入って、武器屋入ってないか。武器防具のラインナップを見て、あ、広いね、ここ広いけどちょっとやっぱ暮らしにくそうな感じの構造をしてる。え、ゼウス様にはハデス様というご兄弟がおられるが、ハーですか。え、この世を治める始まりの時争いがあったそうじゃ。神話ってさ、最初に考えたやつ誰なの。暇なのかな。まあでも今でいうラノベみたいなもんなのか。何を求めるでしょう。変えるかな。ナイトセーバー、ナイトセーバーってこれおばさんすでに、あ、おばさん介護官だ。いや、なんだったらこれルースも装備してもあんまり意味ねえわ。左手はおばさんが装備してる。ルース上がる。ルースにだけとりあえず買っとくか。で現状最強装備にして、メイル、これみんな装備してるっぽいか、してるっぽいな。ファイバークロス、中に効く、着る、インナー。ああ、夜叉だけ、夜叉をとりあえず固くして、グラブとかは置いてあるの。ああ、あるね。ガントレット、ウィングガード、頭につけるやつなんだ。翼を守るって意味じゃん、ウィングガードって。しかも下がるし、ステータス。ダメだこれ。ゴミ売ってある。ガントレット、これ腕につけるやつかな。今おばさんが装備してんのかな。あ、ルース上がる。あ、ヤシャも上がる。これいいね。これ人数分とりあえず。もう敵も強くなってるだろうし、まああと何、まあパーティーの人数も少ないから、まあ、今一番いいのを装備させておいた方がいいよな。まあ、忘れたら忘れたで、戦闘が底はかとなくしんどくなるからな。んで、俺宿泊まってない。宿泊まってない。泊まったつもりだったけど、泊まってない。HP が回復してないってことはそういうことか。ミノー文明の古い遺跡。いや、その南の島行ったけど、さっき何もなかったんだよな。で、宿屋、あ、人いっぱいいんな。ティタンの女神、ティミス、アルティミスのことか。彼女を、我々は掟の女神と呼んでいる。そしてその娘、アストライアは、オリンポスとティタン、タイタンのことか。その双方の地を持って生まれたのだ。それゆえに彼女は、オリンポスとは天上界のこと、ゼウス様や12の神々がおられる。よその国ではどう呼ばれるかは知らんけどな。オリンポスの十二神ってさ、金田一少年の事件簿にもなんか出てきてるよな。ゼウス様こそ神々の主、そして大変な女好きなのだ。そのおかげで神々が生まれ、多くのいざこざが起こったのだ。クソ野郎だな、ゼウスってな。ほんでお前、ここのギリシャ神話の中に人に知恵を与えたため罰を受けたプロメテウスの話がある。彼の息子デウカリオンは同じティタン親族のテミスの加護のもと、人を大洪水から救ったとされている。そう、シオンでいうノアの箱舟のことだ。いや、また神話とかの いろんな話が出てきてんな。宿屋も高えな。もうそのうち宿屋も800円とかするような値段出てくんじゃねえの。しかも今3人パーティーの状態でさ、その210円ってまあまあきついよね。で、これどこ行ったらいいんだ。ここでイベントを起こしたことによって南の方に行けるようになってるとかかな。まあ一旦間違えた。デスプレを使いたいんだ。デスプレを使わせてくれ。デスプレ使って入れるようになってれば、まあ正解っちゃ正解なのかもしれない。あ、入れる。てか最初から入れたのかな、もしかして。うおー、なんかイベント始まった。羅刹、あ、悪鬼羅刹だ。敵だよね。なんか
口調がおめえらなんだ、そうか杯を取り返しに来たな、ふん、返り討ちにしてやるぜ、敵だよねやっぱり。てめえか泥棒やろばと捕まえてやる。あいつ、あ、知ってんだ。おばさん、ルース、ちょっと待った、聞こえてないか。仕方ない。え、なになになに、どういうこと。おお、めっちゃドヤ顔してる。て、距離が近くねえか。いや、こいつさ、その戦闘早く終わるかな、どうだろう。あー、で、攻撃大したことないから多分そんなに強くないキャラだと思うんだよね。すぐ終わるだろう。え、だちょっと待ったとか言ってるけど、普通にヤシャも積極的に攻撃に参加してるっていう。大丈夫なのか。あー、やっぱこいつただのクソタコナメクジなんだ。第二段階とかあんのかな。それあったらちょっと困るな。ていうか、もし今回あれだな、サムネにするんだったらこいつだな。めちゃくちゃ映えるぞ見た目。いや、いいね、2パート続けて映えする見た目になってるのはいいな。ってことで、多分そのヤシャがハリセンでおばさんをぶん殴ってるところは多分サムネにはなってないんじゃないか。まあ、またいずれどっかのタイミングでヤシャがハリセンでぶん殴ってくれるシーンあるだろうから、まあ、その時に何も提供できそうなものが、画像がなければさ、まあ、そのヤシャがぶん殴ってるところをサムネにする。あんまりないよな、そのハリセンでぶん殴ってるシーンってな。で、モンスターを全滅した。全滅した割に画面があれだよね、画面から消えてないよねこいつ。チキシは強いじゃねえか、お前ら人間なのか、信じられない、クソ、好きにしろい。動きが面白いな。四天王配下のお前がどうして地上界にいるんだ。何、どうしてそれを。私の顔に見覚えはないか。へ、知らねえよ。いや、ヤジョ姫、お前、何故に我らの邪魔をした、答えろ、返答次第では。まあ、待ってくれ、違うんだ、これには訳があるんだ、聞いてくれ。俺は天上界に嫌気がさして逃げ出してきたんだ。そしてダッパのところへ行ったら、くれた行けと言われた。そう、この迷宮にいるワイバーンを捕まえに来たんだよ。あ、なんかワイバーンをどうにかするみたいなアイテム、おじさん持ってるよね。おじさんってか、おばさん持ってるよね。そうだ、ワイバーンなら船より遠出できる。うん、よかった。だから許してくれよ。ちょっと展開がよくわかんないけど、うん、よかったって。まったく理由はどうにしろやり方が悪い。相変わらずだな、お前は。へえ、おめえらだって一緒だよ。遺跡の宝探しっていうのは、持ち主が死んでるだけで泥棒と変わりでええと思うが、いや、ごもっともだ。おお、ハリセンでぶん殴ってる。痛え、殴るなって。この減らす口が、まったく。というわけで、これからどうする。ワイバーンも本当にいるのかしら。いや、いたら仲間にしてよ。そいつ使って空飛ぶ旅できるじゃん。だいぶはかどるよ。ダッパの言うことらしいぜ。信用できそうだ。ほれ。ラステスかこれ。ほれ、これがそうだ。んじゃ、頑張ってくれ。俺は帰る。またどついてる。てて、わかったよ。ついてきゃいいんだろ。おお、4人パーティー。こいつでも少しは役に立つだろう。さあ、行こうぜ。いや、俺さっきもここに来てたのかな。来てたけど、その、フラグ立ってないから、その来ても意味ないから ここの場面に入ることができなかったみたいな、そういうことかな。ゴズのリュトンを手に入れ、羅刹が同行することになった。ゴズのリュトンってなんぞ。またよくわかんないアイテム手に入れちゃったけど、これまた入れる。ああ一応入れるか。クレタラビリンス、ゴズのリュトンっていうなんか謎のアイテムを手に入れたことによって入れるようになったみたいな、そういうこと。この大迷宮を探せばいいのかな。いや、あそこに戻ったとしても、一回町に戻るか。町に戻って、あのおっちゃんに話しかけても、多分その、なんだっけ、あのおっちゃんが欲しがってた、その伝説の秘宝みたいなやつをまだ手に入れてないから、うん、どうした。あ、また入っちゃった。いや、入りたいわけじゃないんだ。もしかしてここクリアしないと戻れないとか、そういうことかな。そういう感じだ。多分ここのクレタラビリンスを突破しないとそもそも戻ることができないぜみたいな、そういうことかよ。じゃあでもセーブはさせてもらえるっぽいから、ここでセーブして時間もいい頃合いだから終えて、まあ次はその迷宮の探索っつうことになるのかな。ってことで一旦終えるぜ。次回に続く。